る？このままでいたい。ミキ、君はもう選ばれた人間なんだよ。ダメ、全く違う自分が体の中にいるの、もう限界だわ。そうさ、俺たちは愛し合うことでハンターに一番大切なマハースクハを知ったんだ。チャクラが君を守ってくれる。ミキ、綺麗だろ。惑星ガルバだけに生息するシリコンフラワーさ。ハンティングトレーニングをトップで終えた記念に君に贈るよ。バウンティーハンターなんて私には無理よ。僕のためにハンターとして力を貸してくれないか。新顔には仲買人のやつら冷たいんだ。もうミキにしか頼めない。ミキ、あなたは想像できる？10万光年の間に人間が一人もいない世界。たとえどんなに離れても心はいつも一つさ。ハンターの私をもう あなたは愛してくれない。どうしたの？さあ、ハンター登録は僕に任せて、ゆっくりお休み。いや、ハンティングトレーニング終了。身体適応性テスト合格。登録申請者ハル兄弟、ムーラーダーラ、スバーディスターナ、マニプーラ、アナーハタ、ビシュダ、アージナー、サハーズラーラカマラ。各チャクラ解放。ナーディー接続。リダーリンガラー結合。スシュムナー結合。性エネルギー注入。オーガズム到達。マハースクハ持続。クンダリー覚醒。各チャクラパワー全開。ハンター登録完了。登録ナンバー19。ハンターネームミキ。ハンターランク2歳。以後ナンバー19は惑星連邦異生物取締局の監督下に入り、担当仲買人ハル兄弟、プロテクター投与。ブラフマン活動開始。
惑星連邦異生物取締局法廷419号、被告人ハンター登録ナンバー19、ハンターネームミキ、惑星狩猟法に基づき審理を執り行います。惑星狩猟法違反という今回の審議にあたり、雇用主であるハル兄弟からは仲買人として認められた権利である被告の弁護を放棄するとの報告がありました。なぜ？被告は2040年に惑星連邦異生物取締局登録、過去4年間トップハンターとして優秀な戦果を獲得、特に2042年には最優秀ハンターに与えられるバイオチャナ勲章を受勲しています。ここで今回の罪状確定のため証拠映像を確認します。ここ半年は惑星狩猟法を無視し、惑星に生息する生命体を無差別に殺戮、その数30体にも及び、惑星狩猟法の原則である生体捕獲という職務を放棄している。過去の輝かしい実績を考慮してもその罪は重い。お前たちには私たちハンターの苦しみなんか分かるものか。被告人、静粛にしなさい。嫌に反抗的だな。お前たちはいつもこのパテラから命令してるだけじゃないか。被告人、静粛に。被告人に反論の権利はありません。あいつらと戦っているのは私たちハンターだ。裁判官、精神異常が認められます。認めます。それじゃあ極刑はないな。ではここで陪審員の皆さんによる評決を行います。ハンターなんてなりたくてなったわけじゃない。ギルティ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 だ。判決を言い渡します。棄権したハル兄弟以外全員が有罪を支持、よって有罪を宣告する。刑は精神異常者に対する最高刑である無期流刑、場所はカルマ太陽系にある永久犯罪者の流刑惑星ガルバとする。これにて419号法廷は閉廷。生体廃棄物確保。施設内放棄。廃棄先カルマー太陽系惑星ガルマ。僕からの最後のプレゼント、受け取ってくれ。一人にしないで。今日のために注文しておいた年代物の酒だ。勝負の前に開けましょうか。おう、さあ開けてくれ。
待機圏突入10秒前。ある。この間の裁判で流刑になったハンターはあんたの昔の恋人だっていうじゃないか。随分稼いでくれましたが神経が細かったんですね。まあ見込み違いということもありますよ。でもああなっちゃおしまいだな。随分と冷たいね。弁護もせずに。あなた獲物を取れなくなった猟犬にも餌を与えるんですか。僕たちにとってハンターは駒の一つに過ぎません。いちいち干渉になんか浸っていられませんよ。しかし流刑された星が黄金の子宮と呼ばれるガルバですから、あの女の新しい神話が始まるかもしれませんよ。愛した女には別れのプレゼントを贈りましたから。さて、お手合わせ願いましょうか。ええ、喜んで。ところで、大事なハンターを失って駒は足りてるのかね。もちろん。あなたとは初顔合わせですから、今日は趣向を凝らした駒を用意いたしました。はは、それは面白い。で、ルールはどうする。とりあえず惑星狩猟法通り駒2つ、賞金総額の多い方の勝ちでいいかね。登記完了、活動停止。犯罪者の墓場、生存者は。病的欲戦食愛博一斉死採取剣敵越愛満
草原、石卓、勾配、辛楽、食、聖、京、李。でもこんなところハンターたちには見せられませんな。まさか自分たちがゲームの駒になっているとは思いもよらないでしょうからね。しかしプロテクターなしの裸戦士とはこれはいい余興だ。こいつじゃハンター登録はできませんが、データ収集ぐらいになら使えますから。じゃあ君はハンター以外の手駒を隠し持っているっていうのか。さて先行後攻を決めましょうか。ここは君の結界だ。君から始めてくれ。では私の先行ということで。ハンティングフィールド惑星バニス、ハンティングターゲット暗黒鳥、ハンターネームアルフィノソルジャー。やはり裸では勝てませんね。しかし今の暗黒鳥の攻撃はすごかったな。これであいつの攻撃パターンは分かりましたから、次は楽ですよ。さあ、あなたの番だ。ハンティングフィールド惑星ウルバ、ハンティングターゲット岩石獣ウルバ、ハンターネームユミ。悪いね、お先に。幸先が良すぎると後が続きませんよ。さあ、次は君の番だ。アルピノの仇を討つとしましょうか。惑星バニス、ハンティングターゲット暗黒鳥、ハンターネームマユミ。危ない。
賞金1500ギガ。一歩リードされたかな。痛い。なさい。これはこれはお楽しみのところ失礼いたします。ご機嫌いかがですか。はじめましてビルさん、私兄のハーでございます。 HA のハーと AL のアル、二人合わせて春兄弟と申します。よろしくお願いいたします。これで兄弟揃い踏みですな。そんなことよりそいつは、あんたいつも冷たいのね。ね、この子なかなか可愛いでしょ。元ハンターのマイっていうの。手を離して。おとなしくしなさいよあんた。痛い。自分の立場分かってんの。獲物の密売なんてちょろい罪で捕まってさ、ハンター資格剥奪されたくせに。下級ハンターに興味はない。早くそいつを連れ出してくれ。ちょっと待ってよ、私の話も聞いてよ。こいつったらさ、私に返すあてもないのにさ、借金してさ。お金は賞金稼いで返します。稼げる場所がどこにあんのよ。ふん、ブラックマーケットで道具を借りて異生物取締局に無断で稼ごうなんて、あんたの頭の中どうかしてるわよ。違う。なんてったってブラフマンとして覚醒してハンター登録された人間はこの宇宙には数えるほどしかいないのよ。あんたなんて何よ。もともと斜めの体の素材にプロテクターをつけただけでしょう。こんな危険な仕事を素材のままするつもりか。2歳にならずに惑星へ行くなんて自殺行為だ。下級のハンターはこの頃にでトラブルシューターでもしてればいいでしょう。それにね、あんたの欲しがってる闇のハンター資格は高いのよ。闇？悪どい仲買人に騙されて流刑惑星に追放されたミキを助けたいの。手を離して。何をするの。ミキと同じ極造院来たよ。やめて離して。悪どい奴というのは僕たちのことかい。あんたがあるね。ミキはあんたに騙されたのよ。あんたにそそのかされなきゃミキはハンターになんかならなかったわ。お前ミキとどういう関係なの。同じ乱視ナンバーなだけよ。私とミキは違う仲買人に管理されたハンターだった。ミキは完璧なチャクラを持ったミサイ、私はまだ生身の体をプロテクターでカバーした粗大のハンターだった。そんなランクの違う私たちもスペースコロニーパテラの動乱鎮圧で一度だけ一緒に戦ったことがあった。ミキは全てを捨てハンターの職に就いた私とは違い、恋人と幸せな生活を送っているはずだった。そんなミキが突然ハンターとして私の前に現れたのである。使用者確認、登録ナンバー19、ハンターネームミキ。泣かせてごめんね。マイ、行くよ。バジナのエネルギーチャージは終わった。オッケー。マイ、無理しないで。あんたの体はまだ完璧じゃないんだから。姉貴みたいな口聞かないで。あなたとは母親の遺伝子が同じなだけ、それだけなんだから。私だってきっとミサーになってみせるわ。攻撃モード利用。おい、撃て撃て。貴様ら
反乱軍の遊びは終わった。投降せよ。ヒルナ、撃て。何すんだ。僕のプレゼント気に入ってくれたかい。ガルバは砂漠の惑星だ。これで生存に必要な水分を確保することができるはずだ。使い方はハンティングトレーニングで習ったよね。ミキ、また会える日を楽しみにしているよ。邪魔者もいなくなりましたから再会いたしましょう。おい、あの子いいのかい。さあ始めましょう。ハンティングフィールド惑星イシゴ、ハンティングターゲット岩石獣ウルバ、ハンターネームユミ。退却だな。ビル、世の中はそううまくばかりはいかないわよ。ウルーバに水分を与えちゃいけないんだ。
こうなったら2匹いっぺんに片付けねば。ビルさん、作戦タイムですか。ああ、そろしてくれ。そんな物騒なものはしまってくれ。サイドビジネスで花屋をやってましてね。あちらの方々も大切なお客様なんですよ。あるわね。こいつで自分たちのハンターを管理してる。だから皆命令には絶対服従の疲れ知らず。それじゃハンターたちは本当に使い捨て。まあゲームを進めましょう。今度はプロテクターなしで戦わせてみるか。ほんとここまで遊ぶのが好きだな。ハッティングフィールド惑星フォボス、ハッティングターゲットファングエイリアン、ハンターネームマユミ。1000ギガのリードよ。なんだかあっけない勝負。なんだかこんなんつまんない。ねえアル、そろそろあの子で遊びましょうよ。Yeah!
行によりハンター没収。ハンター登録ナンバー13は再教育対象となりました。ジョーカーコマを無駄に使いましたからね。ああ、ゲームセットだ。かわいそうなアルね。え、手駒もなくなってきたし、あの子餌にしてさ、ミキを使ったら。どうせあんたのハンターは捨て駒なんだし、何か問題があっても脱走犯の仕業にすればいいわよ。そりゃひどいな。それにガルバにはお前の欲しがってた連邦条約で捕獲禁止になった獲物がいるわよ。宇宙乱を生むという始祖鳥か。確かにそれは名案だ。聞かなかったことにして。私は景気よく勝たせてもらいましょうか。ハンターネーム光。マンダラ、こんな惑星になぜ。さあ、じゃあ遠慮なく。ハンティングフィールド惑星リス号、ハンティングターゲット残石獣ウルバ。
賞金1000ギガ。よし、これで4000ギガだ。ある、すべて駒を失った君は2000ギガ止まりだから私の圧勝だね。これじゃ監視衛星からも見えない。誰がこんなものを。もう十分楽しんだでしょ。ごめんね。さ、立って。ビルさん、今回の勝負は私の負けです。しかし決めました、このゲーム続けさせてください。これからはミキを使ってコレクターに徹しますよ。ねえ、舞ちゃん。お願い、やめて。うるさい、うるさい、しろ。いいですよ、時間もあることだし続けましょう。しかし、どうやってミキに指示を出すんです。花屋の店長がガルバにいるんです。店長、あんな欲しい。いたら、ミキに構わないで。うるせえんだよ。アルサ、この子にあの種あげていいかな。種なんか食わしたらその女使い物にならなくなるぞ。え、どうせおとりに使うだけでしょう。いい夢だよ。
他に誰かいるのか。あの花を栽培しているのはお前か。動くな。お前は何の罪でこの星に来た。感染罪。まだ無邪気な少女じゃない。久しぶりだね。僕の栽培所へようこそ。驚いたかい。パオは君の先輩だ。パオ。この女は誰の顔にでも変身できるアーリア星人特有の擬態能力を生かした僕のスパイだ。でもやりすぎて君と同じようにそこに送られてしまったけどね。今ではシリコンフラワーの栽培を助けてもらってる。この女がこの星に流刑されて本当にラッキーだったよ。そうそう、僕からのプレゼント気に入ってくれたかい？スピーカーか。こんな少女にまで。もうお前には騙されない。なぜこんな星に円形マンダラの植物園を作った？だから言ったろ、僕の栽培所だって。見捨てられたこの星であの花を栽培するためにはどうしても円形マンダラの力を借りて宇宙からのエネルギーを集める必要があったんだ。それは残念ね。蝶に蜜を吸われてみんな枯れたわ。花屋は閉店ね。まあそれも仕方ない。ところで君に頼みがあるんだ。また僕のために獲物を。ふざけるな。どこまで私を利用する気だ。これは決して無理強いじゃない。僕からのお願いだ。僕のコレクションを充実させたいだけなんだよ。バカ。武器も装備も取り上げられたハンターに何ができる。うずぐず言わないで。ほらよく見て、この子はどうなっても知らないわよ。マイ、お前たち前に何をした。この子がさ、勝手にシリコンフラワー食べちゃったのよ。ちゃんと解毒剤はここにある。マイを中毒にするつもりか。早くそれを飲ませて。それはさ、あんたの態度次第。早く決めなさい。さもないとこの子が廃人になるかもしれないわよ。早く飲ませて、頼む。お前たちの言う通りにする。で、何をハンティングする？君がさっき見たあの蝶だよ。
あいつはブラックホールに生息する暗黒蝶の祖先とされている。しかし暗黒蝶が破壊の生物と言われているのに対し、創造という対極の性質を持った生物なんだ。あれは始祖蝶。でも連邦条約で狩猟禁止生物に。話が早いよ。始祖蝶のことを知っているとは、さすがトップハンターだ。5時間以内に解毒剤を飲まなければ彼女はそのまま廃人だ。彼女のためにも遅れずに始祖蝶を届けてくれ。そいつはどこにいる？あとはパオが案内するはずだ。ゲームスタート。犯罪者に人権なしか。私の名前はミキ。よろしく、パオ。パオ、時間がない。始祖蝶の住処に案内して。この子、あと4時間持つかしら。ある。今日は負けなしだ。こんなこともあるんだな。ゲーム続けない方が良かったかな。いつになったらコマ揃うのかね。セットアップ完了。ハンターネームミキ。次は私たちの番よ。バオ待って。私はまだ暑さに慣れてないんだから。何なの？あと3時間、ゆっくりお休みなさい。Thank you.
粒は何だったの。嘘みたいに楽だわ。あと2時間目が覚めたみたい。ここからが地獄なのよ。パオ、ここなの。あるね、あいつが用意したのね。うん、パオはここで待ってて。お前たちがいる限り、ゴミ野郎が花屋を辞めないんだよ。本気モード利用。恨むんなら花屋を恨むんだね。この星に流された人々なの。
あのマンダラは人間の霊魂でできてるの？花好きな理由が分かったよ。アルは蝶よりもこれが欲しかったの。卵の覚醒を始めてる。お前が太陽神。そうか、これで宇宙乱を返したかったのね。まさに犯罪者が流されるガルバは格好の環境だったのね。ありがとう、パオ。パオ、危ないから下がってね。大日如来の位置に追い込めば、虹が太陽神気取るんじゃねえ。空もう少しだ。
お前には食べがいのある霊魂をプレゼントするよ。宇宙乱の覚醒か。ガルバの新しい歴史が始まる。君なら間に合うだろ。ミキ、彼女が苦しんでるよ。はい。もうお前を許さない。さすがね、ミキは捨て駒にするにはもったいないわよ。エンジン始動開始。エンドマークまであと30分。ワープ航行準備。目的地はプロメキウス星、惑星連邦スペースコロニーパテラ。ハナ、ハナ。
時間切れね。これももう用済み。彼女はどうやって解除された？ハンター登録を。ビール、彼女たちにはね、知的生命体との戦闘を想定してハッキングなんかの非合法な戦闘プログラムを叩き込んであんのよ。異生物取締局には内緒で。約束が違うぞ。まだ時間はあるはずだ。ある？ただいま。ミキ、きっと会えると思っていたよ。自分でもここにいるのが不思議なの。しかしこんなに早く会えるとは。悔しい。早く前に薬を。兄貴、そいつに薬をやってくれ。分かった。花月に悪い人はいないって。嘘ね。欲しがってたコレクションの味はいかが？壁が嫌ったよね。しばらくの間お休み。待ってくれ。ハル兄弟がいなくなった今、ガルバを脱走したことを知ってる人間はいない。お前は仲買人のビルだ。絶対に喋らない。だから命だけは。もう君は自由の身だ。妹とどこへでも行ける。ミキ、もう帰ろう。まあいい。